軽量戦闘機計画は、アメリカ合衆国の軽量戦闘機の開発計画。ジェネラルダイナミクスの開発した UF-16 と、ノースロップの開発した UF-17 と共に、競争施策が行われ、回 -16 が正式採用された。UF-17 の開発成果は後に、マクドネルダグラスによって、回 A-18 の開発で役立てられた。契機は、 1970年頃、アメリカ空軍で自らが開発に関わった回、X、あとの F-15 イーグルに対して不満を持っていたジョン・ボイドが秘密裏に進めた研究に橋を発する。その不満は主に下記の2点であった。当時、国防総省や空軍には、ボイド以外にも同様の器具を抱く者が現れており、 その一人がシステム分析担当国防次官保室に勤めるピアスプレーであった。スプレーは重量15から16トン級と現行の FX より一回り小さくかつ EM 理論を徹底的に適用した戦闘機としてカイ XX と呼ばれる研究に着手した。カイ XX ははるかに安上がりなので質のみらず量においてもソビエト空軍。 防空軍の戦闘機部隊を量駕するという目的で構想された。まもなく3人目の同志として空軍省勤務の戦闘機操縦試験航空工学技術者であるイ、e、ーリッチオに大佐が加わり、これら3名は戦闘機マフィアとして知られる一派のオピニオンリーダーとなった。ロイドをはじめとする戦闘機マフィアに対する政治的逆風は極めて強く、 例えば戦闘機マフィアの頭目を辞任していたリッチ用に大佐は後にジョン・マイヤー空軍参謀次長に対して海 XX の有用性を説いたために1970年には在韓米軍に左遷されるうきめにあっている。ボイドは海軍の F-14 は明らかに重く高すぎることから必ずこれを大体ないし保管する機体が必要になると予測した上で その種の機体に関する研究で海軍に先んじなければ、空軍は海軍の研究に基づく機体を押し付けられることになりかねないという論理を構築した。この論理は立地用に大佐によって正式に提案され、空軍上層部により研究予算14万9千ドルが承認され、ジェネラルダイナミクスとノースロップに研究が打診された。 予算配分は、ジェネラルダイナミクスが4万9000ドル、ノースロップが10万ドルであった。空軍上層部は、海 XX 構想に、興味は示したものの、海 -15 推進派は安価な新型戦闘機の、出現が、F-15 導入の予算に影響し、空軍に配分される予算が減額される可能性があると懸念しこの動きを嫌っていた。実際、戦闘機マフィアの目的は、 主力戦闘機を、イ -15 から、イ XX にとって変わらせることだった。この結果、ボイドとスプレーは、正面からの説得を諦め、地下活動に移行することとなった。しかし、当時国防副長官だったデビッド・パッカードが、CL-1200 ランサーの売り込み先を、探していたケリー・ジョンソンの助言によりこの計画に、興味を持ち、先進技術の実証機として、 軽量戦闘機械 XX の開発計画を開始した。u 1 7と u 1 6 9 7 2年1月6日に提示した要求提案は通常であれば詳細な性能や想定される作戦なども記載され200ページ程度に達するものであるのに対しわずか21ページという簡潔なものであった。そこでは 2万ポンド級の小型の機体で高い機動性を持ち、搭載される電子機器は単純で、最高速度はマッハ1.6程度、設計案のうち2案による比較テストを行うが、量産や正式化は考慮しないとされていた。この要求提案を受け取ったのは旧社の航空機、製造メーカーであった。そのうち、グラマン、フェアチャイルド、マクドネルダグラス、 ロックウェル・インターナショナルといった、すでに新型機の受注を得ていた企業は開発参加を辞退した。米国防総省の社会主義的な受注調整の対象になると見込まれたためである。この要求提案に応じた、ジェネラルダイナミクス、ノースロップ、ボーイング、LTV、ロッキードの5社のうち、ジェネラルダイナミクス社が開発する契約を締結した。ジェネラルダイナミクス社は、 1960年代から社内研究案として計画していた軽量戦闘機モデル404、785、786の発展型であるモデル401、ノースロップ社内研究案 P-530 の発展型である P-600 を LWF の審査対象と考えていた。ロッキード社スカンクワークスが提案した CL-1200 ランサーは 極めて低い評価に終わり、回マイナス 5A、B の後継海外協力計画に続き、採用されなかった。その低い評価は、ケリー・ジョンソンのハノイ上空でミグ相手に、航空船を引き起こした場合、航続距離不足になるような、RFP では意味がないといった、独断の主張に基づくものであった。しかし、スカンクアークスの2代目、ボスベン・リッチは、提出した。 カタログスペックは量産されたイマナス -16 に極めて近いものであったとしている。T-1100 を提出した LTV の航空機部門はボートエアクラフトインダストリーズとして1983年の独立後も経営を続けているが、1980年代末の A-10 後継機選定においてイマナス -16 派生型の A-16 と採用を争った。 A-7F の設計を最後に航空機開発から撤退した。ボーイングにより提案されたモデル908は初期の評価では有力な採用候補とされていたものの最終的には選考されなかった。この設計案は海 -16 と同様の機体株エアインテークを採用しており、この配置は後の先進戦術戦闘機計画提出案や X-32 でも採用された。空軍の制服組による反対や海軍アナリストの横やりもあったものの、海 -4 の陳腐化とインフレーションによる海 -15 の単価上昇により、LWF の実用化の動きが具体化し、1974年3月7日に、ジェームズ・ R ・シュレ・シンジャーが、LWF の計画を上院軍事委員会に提示した。 その計画は、1980年代のアメリカ空軍に配備され、多目的に使用できるアッコフとして発展させ、3年間で300機導入した場合の機体単価を300万ドルに収める戦闘機を検討するというものであった。そして、ジェームズ・アール・シュレシンジャーは4月27日にアッコフの飛行審査を決定した。それでも、 空軍内部には同盟国向け戦闘機という見方も存在していた。この時点では LW 海計画はあくまで実験的な計画であり、本当に装備化されるかどうか不透明であった。空軍上層部の中将たちは LW 海計画立ち上げの最終ブリーフィングの席上で戦闘機マフィアに対して決定的なノックアウトを与えることを目論んでいた。 そしてブリーフィングが行われるはずであった当日、ロイドは将軍たちに対して、LWF を装備化する決定はすでに下された旨、国防長官からの伝言として伝達した。会場は大騒ぎとなり、戦闘機マフィアは干渉を収めた。1974年3月7日、ジェームズ・アール・シュレシンジャー国防長官は、LW 会計画を空戦戦闘機計画に発展させ、 全面開発に移ることを発表した。その後、LWF は、NATO の同盟国向けとしても注目されるようになり、計画はさらに加速したが、その分、ボイドをはじめとする戦闘機マフィアに対する圧力は、幾何級数的に増大していくこととなった。UF-16 単発で、フライバイワイヤーの操縦系統を備え、回 -15 と共通のプラットホイットに移回。 100エンジンを備えるため総合運用性に優れる。回 -16 として採用されてから4500機以上が生産された。試験飛行中の UF17 から1総発で、高翼面荷重でありながら中低速では抜群の運動性と高い離着陸性能を持つものの、総発によるコスト高と加速性に劣ることが問題となったため不採用となった。あとに、 マクドネル・ダグラスによって、会 A-18 の開発で役立てられた。ありがとうございます。